こんにちは、のりたろうです。前回の動画でヘリテージオークションで落札できなかったお話をさせていただいたのですが、コメントでその後ライブオークションがあるのではないかというご指摘をいただきまして、前回のヘリテージオークションの残り時間のところよく見返してみますと、このようにですね、ライブオークション in 8 minutes 24 seconds という書いてありまして、前回の動画で時間が終わった、この次の画面でですね、このようにライブオークションスターティングとなっていました。でこの時はいまいち意味が分かっておらず、その後何かあるのかなぐらいで思っておりまして、その後落札できなかったということだったのですが、実はこの時に別の画面でライブオークションが始まっていたということが、後になって判明しました。ということで今回は前回の失敗を踏まえまして、先日のオークションにてこちらのライブオークションに参加してみました。で今回参加したのはこのオークションで、1日目が終わって売れ残りで行われる2日目のオークションということなので、大方良いコインは1日目で売れてしまって、あまり良いコインはなかったのですが、とりあえず目ぼしいものを見つけて参加してみました。で今回はこの珍しいイギリスの古代コインですね、695年から740年アングロサクソンピリオドの時のコインになります。でこのコインでチャレンジしてみました。このコインの情報は、このビュープライシングポピュレーションガイズというところを押すと、このように NGC 鑑定会社のですね、 NGC というところか PCGS というところで鑑定した鑑定枚数や、その中でこのコインの位置づけっていうのが、何番目ぐらいなのかっていうのを見ることができます。非常に珍しいコインで、鑑定枚数自体が NGC で4枚 PCGS で2枚しかないコインでしたが、この状態が XF ということで非常に悪かったので、この全部の6枚中の最下位ということで、安かったら買いたいなというぐらいのコインだったと。ただ世界で6枚しか鑑定に出てないというのは非常に珍しいコインです。でとりあえず最初に見た時は150ドルだったので、160ドルで入札したところ、すぐに上を越されて165ドルで、10時のこのオークションの時間は終了となりました。で日本時間の10時に終了になったんですが、例のごとくライブオークションスターティングという画面になりました。でこの画面からライブオークションに飛べればよかったんですが、どこをしてもこの画面からはライブオークションには飛べないようで、一度最初の画面に戻りますと、この入り口のところですね、このようにビットライブナウというところからライブオークションに入れたようです。でこちら、押しますと、このようにもうライブオークションの画面になります。で1ロットごとにですね、ロットナンバーっていうのがついてるんですが、1ロットごとにこのロットの番号順にオークションが開催されていました。で1ロットは早ければ1分もかからずに数十秒で終わって、長引けば 1,2 分ほどで次に行くという感じです。この画面はライブオークションが開催されている一瞬しか操作できないので、この間操作して分かった範囲でご説明します。上のボタンのライブというところを押すと、ライブオークションを見ることができます。ライブオークションのリアルタイムオークションインフォというところで、この画面真ん中のところですね、で今のオークションの状況を見ることができます。そしてこの右側のについているボタンですね、今はビッティングディセイブルと書いてあるんですが、このボタンでライブオークション中に入札できるんですが、この下のエネイブルライブビッティングというボタンを押すと、このようにこの次の画面ですね、右上のボタンが
ビットというボタンに変わりまして、赤いボタンに変わり、現在の最高額よりも少し高い金額で次の入札をすることができます。そしてその下にカットビットというボタンがありますが、これは使ってないのでわからないんですけど、まあこの金額を見るにおそらく次のビット額よりも少し少ない金額、まあ、半分の金額で、ビットできるボタンだと思いますが、ワンロットで1回しか使えないと書いてあるので最後の一押しに使うと有効という感じだと思います。そして右上のマイロッツというところですね、こちらのボタンを押すと自分があらかじめトラックアイテムとして入札がライブが始まる前ですね、事前にこう目をつけてたロットを見ることができます。でそしてこの中から今回落札したい、まあ、先ほどのロットを選んでコインの名前の部分をクリックします。するとこのように詳細を見ることができます。そして、下の方にスライドをするとライブオークションで落札する上限額ですねを入力することができます。でその下にビットプロテクションというボタンがありますが、こちらも今回は使用しませんでしたが、説明を見ると相手が自分の上限を上回った時にさらにプラスアルファで最大でまあ3ビットまで積み上げできるというボタンです。1回のビットは金額によって刻み方がこう上がれば上がるほど大雑把になっていくんですけど、今回のような100ドルぐらいであれば10ドル刻みぐらいになるので、おそらくまあプラス30ドルぐらいまで自動でこうビットしてくれるという機能かと思われます。でまあ今回はまあそれは使わずに185ドルまでということで入力してみました。でこちらで準備は OK ということで、その後こうライブオークションが流れているのをまあ時間を 見ながら待ちまして、まあ、いよいよ先ほどの解体ロットの番になりましたので、これやっぱり始まると一瞬で勝負は決まるということで、この Your Bit という行が一行おきにあると思いますが、まあ、こちらが私の落札金額というところで、一時私の185ドルでウィンニングとなりましたが、またすぐに上を越されました。これはおそらく相手のビットプロテクションとかですね、まあそういうのがあったのかと思われます。でここで上のさらに上の金額をビットしたい場合は、この右下のエネーブルビッティングというのを押して、右上がビット赤いボタンに変わるので、ネクストビット、この場合は200ドルをビットするということができます。ただ私は今回はグレードが低いので、まあ、払えても2万円ぐらいかなと思っておりましたので、このまま静観しておりました。そして、240ドルまでこうビットビットビットになったところで、クロージングとなりました。で手数料 20% 入れると288ドルということになるので、まあ、3万円ぐらいまで上がりました。で一番下の行にフェアウォーニングと書いてありますが、最後のビットが終わってから、まあ、2、3秒するとフェアウォーニングという掛け声がありまして、その後5秒間カウントダウンされて、その間ビットがなければクロージングという仕組みになります。でビットがその間にあればまた延長になってフェアウォーニングとなって、また5秒かかるというような仕組みになります。で今回は240ドルでクロージングとなりまして、すぐ次のロットに移るということになりました。ということでクロージングの時間は今回のロットで10時54分のところになってますが、まあ、やはり平日の午前中に時間が取れる人じゃないと欲しいコインを落札するのはなかなか難しいのかなと思いました。ということで前回の動画ではライブオークションこれをやっていなかったので落札できなかったのがまあ分かりまして、で今回ライブオークションに参加してみましたが、今回はざっくりまあ分かる範囲の紹介になりましたが、オークションの
代行のお仕事なんかが成り立つほどなので、やはりヘリテージオークションは奥が深かったなということでしたが、なんとなく仕組みは分かっていただけたと思います。勝負は1分以内に決まるので、事前にどこまでその情報をですね、調べられるかっていうのが鍵になってきます。でどこまでなら金額は出せるかとかですね、コインの鑑定枚数グレード、まあこのグレードなら相場はいくらぐらいなのかという調べをした上で、まあ、予算を決めて挑まないと、まあ、ずるずる金額が上がってしまうので、やはり準備が大事かなと思いました。ということで今回のお話をまとめますと、ヘリテージオークションはライブオークションが本番だったということで、まあ、こちらをやらないと落札できなかったということになります。でライブオークションは日本時間の10時から始まって、1ロット1分ぐらいでハイスピードでさばかれていました。でどんどん値段が上がっていく仕組み、まあ、いろんな機能ですね、まあ、が満載なオークションだったということが分かりました。で事前準備した調べがないと、まあ、大変なことになります。あとはライブオークションというのはやはりライブ感覚がありまして、全世界同時っていうのもあるので、まあ、非常に楽しいなというのはありました。ということで今回のお話は以上になります。でご興味のある方は参加費はかかりませんので、まあ、見るだけでも面白いですし、参加するとさらに、まあ、面白いと思います。ただしあくまでも投資は、まあ、自己責任ということでお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また大変励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは最後に皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。